を滅亡させれる、特殊能力を持った恐ろしい生物2000。1、鉄砲エビ。鉄砲エビは、自分の爪と爪を擦り合わせることによりキャビテーションという現象が起こり激しい水流が発生し泡が割れることによって、同時にそのルミッセンスという現象が起こり光を放つため温度が4700度以上になる。2、モンハナシャコ。モンハナシャコは、爪を使った高速パンチを放つ。この超強力なパンチは3ミリ秒で時速80キロで出せる。他にも、色覚があり人は赤、青、緑の3原色に反応する光受容器がありそれを組み合わせ水色、白、紫などを識別することができる。一方、シャコは驚異的な色覚の持ち主で、人よりもはるかに多い、12種類もの高受容器を持っていて人間に識別できない色を見れている。